埼玉は蕨から YKJ が全世界向けてお送りしている音楽番組ボイスの時間です。よろしくお願いします。ドラムコーラスのシュウゴです。ボーカル&ギターのボアコヤスイです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回も、リモートで始まりました、はい、YKJ のボイス第102回でございます。よろしくお願いします。はい、一個ですね、番組始まってすぐになんなんですけど、はい、まあ、今回は諸事情により、うん、ちょっとこう見上げる感じでね、そうですね、僕収録してるじゃないですか、はい、やすじさんのズームの画面はここにあるんですよ。なるほど、ね、だからもし、はい、ボケるなら、はい、事前にボケるよって言って言ってから、そしたら見て、見てからツッコミから、わかりました。 OK、 わかりました。そういう感じでですね、始まりましたボイス第102回ですけれども、はい、ですね、なんと、もう今年も、残すところあと1ヶ月を切りましたけれども、はい、どんな1年だったでしょうか、ということで、安井さんどんな1年でした？今年はね、まあちょっと音楽業界にとっても新しいね、新しいなんかね、活動スタイルというか、今までにないぐらいに配信ライブをたくさん YKJ もやらせてもらいましたし、まさにこの Zoom もね、うん、初体験でした。まあやっぱりそれに尽きるかなと思っていた2020年は来なくて、うん、なんかこうまるでパラレルワールドに生きてるようなね、まあそうですね、そんな感じでしたけども、まあ逆に新しいものもいっぱいあって、うん、その地元のね、そのわらびの人たちには、うん、なかなか会う機会は減ってしまったけれども、うん、その代わりにその配信っていうものを通して、まあ、たくさんの人に、僕らの、ね、広くね、それは全国各地広く、僕らの映像、うん、生の映像を届けられた一年だったかな、うん、ポジティブに捉えたらそんな感じかなっていうところではありますけれども、うん、まあ、本当はね、うん、こう忘年会スペシャルをやるはずなんですけど、まあそれもね、なかなかこう難しいということで、寒空の下バーベキューするわけにもいきませんので、まあ、今回はいろんなことを考えながら、うん、年内最後になるであろう、はい、ボイスをお届けしようと思ってるんですけど、いかがですか？ボケます。チューチュー、今年も終わりだよ、チューチュー。あれ、ちょっと、もしもし、やすじさん、ネズミ年最後のボイスだよということで、先ほどちょっとチューチューとやらせていただきました。ということで、ボイス第102回スタートです。よろしくお願いします。チュー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 。はい、ということでスタートいたしました、はい、ボイス第102回ですけれども、はい、まあ、突然ですけれどもすいません、すいません、すいません、見えないと思う。あの、これもう次のとこ行ってんのにチューチューとか言われるともう完全に事故みたいになるんで、すいません、すいません、勘弁してください。ボケるときはボケるよって言ってください。わ、はい、かりました。すいません。わかりましたか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はい、ということで、突然ですけれども、はい、蕨市では、はい、新型コロナの影響で、はい、その公演や発表会などの文化芸術事業の中止とかですね、まあ、延期なので活動ができない蕨市内のアーティストを支援、しようという、とても僕らにとってありがたい、企画、うん、アーティスト動画配信プロジェクト in 蕨というものを、行って、いました。はい、で僕らも、まあ、その蕨市の、要はその行政の人が、うん、市民の皆さんがね、うん、芸術に触れる機会を提供し、できればということで、うん、プロ、アマチュアを問わず、うん、文化芸術活動を担う方々が、動画制作や配信を、するのを支援するもので、制作された動画、はですね、蕨市の YouTube チャンネルでご覧いただけると、うん、でなんと YKJ もこのプロジェクトに参加させていただくことになりまして、まあ、その今日収録日はね、はい、の時点では、まだ動画アップされてないと思うんですけども、はい、近日中にアップされる予定なので、ぜひそちらも、まあ、楽しみにしていただきたい。よろしくお願いします。はい、この、まあ、撮影参加させていただく、そのプロジェクトに参加させていただく経緯っていうのは何かあるんですか？わらびの その地元のいつもね、僕らの仲間させていただいてる、先輩方の旗祭りのね、はい、実行委員の皆さんね、
からまあこういう企画があるよみたいな話をいただいて、まあ自分でもインターネットでこう調べさせていただいて、わらびになんかね配信という形で動画っていう形であの元気を伝えられる素晴らしい企画だなと思って、うん、あ参加しようっていうことで参加しましたね、修吾君、うん、そうですね、はい、あの場所がその僕らがあのなんていうの撮影、ね、高校生の時に、いつも練習してた市民会館の中のね音楽室、まあ、中央公民館なんだけど音楽室を、ね、あのお借りしまして、うん、エレベーター上がってさ、うん、持ってってこうドアが2枚あるじゃん、うん、1枚開けた時のあの匂いでもう、そうですね、すごい思い出すよね、毎日あそこに通って、高校の同級生みんなでバンドの練習したみたいな場所で、そうですね、プロのミュージシャンというくくりでですね、うん、わらび市の皆さんに音楽を届けるっていうのはすごくこう僕らにとっても、うん、意義があることだしやりがいもあるし、そうね、こう地元わらびでね、うん、一生懸命活動してきてよかったなと、うん、思うことはありますよね。そうね。どんな内容かっていうのは、そうね、これは、まあ、実際見ていただいてという。まあ、わらびのプロジェクトなんで、あの曲が弾けるんじゃないのかなっていう。まあ、アップされたら、YKJ の方でもお知らせしますので、はい、ぜひチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、大切なお知らせを、はい、安井さんの方から。はい、12月8日からこの番組が出てるということで、まさに今日ですね、12月8日夜の8時から、うん、和光やすし、YKJ和光やすしのソロワンマンライブやすしのもと年末スペシャルが YouTube ライブで行われております。はい、はい、ちょっとねコロナのせいでずっとできてなかったソロワンマンなんですけども、うん、年末やろうということで今夜、ね、やりますので、はい、なんと総監督は周吾 P が、全てプロデュースということで僕のライブをちょっと違うけどまあカメラで入ってますというね。そうです。でもしもうこれ今見てるのが8日の午前中じゃないよっていう人はYouTube の方に、ね、アーカイブが残っていますので、そうですね、チケットもまだ買えるのか。チケットもまだ買えます。何日まで買えるの。結構買えるようにしたいと思います。番組でつきますのでよろしくね。はい、ぜひともチェックしてください。お願いします。よろしくお願いします。以上大事なお知らせでした。はい、ということで時間が経つの早いものでもうもしかすると今年もお別れです。あーもうありがとうございました。2020年ねえ本当に、ボイスはね一番最初はスタジオからお届けしまして、生収録ね、公開収録やりまして、でその後9割ぐらいがこのズームでという、そうですね、まあ、ちょっと寂しいあれでしたけれども、せっかくなのでということで、はい、逆にそのズームだっていうのを逆手にとってですね、うん、YKJ 初挑戦の、はい、ズームセッションみたいなものをやってみようじゃないかということで、この後ですね、はい、僕は、自宅の、手作り防音室から、はい、安井さんは、自宅のリビングから、そして、それぞれ夜も更けてね、ちょっとね演奏しますので果たしてうまくいくのかそうですね、というところをですね楽しみにしていただきながら、はい、今日はお別れしたいと思います。なるほど、うまくいくんだろうか。隣の人は怒られないかなと思いながら演奏します。はい、ないねそれはでは、最後ズームセッションご覧いただきながらお別れです。はい、さよなら。良いお年をのはず。またね。来年は何年。もうだからボケるときはボケるって言って。あ、ボケます。もう大丈夫です。さよなら。では5秒前4、3、2。ありきたりな当たり前な平凡な体
変わり映えない、あなたがいて。なんで？わかんない。ネット？ネットかな。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、やべ、ちょっと待って。嘘でしょ嘘でしょ。あ、撮ってなかった今の、ごめん。ワン、ツー、スリー、フォー。ありきたりな、当たり前な、平凡な、変わり映えない、その暮らしが、そんな日々が、どれだけ愛しかったろう。目を開ければ、振り返れば、同じようにあなたがいて。そんな場所を、そんな日々を、いつでも思い出せる。春には君が待ってる、春には僕が待ってる、春には笑い合える、そう歌ってる、聞こえますか。僕が待ってる、春には笑い合える、そう歌ってる、聞こえますか。春には君が待ってる、春には僕が待ってる、僕も歌ってる、聞こえますか。春には、春には、春には、どうやねん。オッケーです。オッケー。